はいどうも、のべてよてギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回も絵を描かせていただくのですが、なんと今回の作品でですね、デザインフェスタに出展する作品が20作品目となりました。本当にですね、見てくださってる皆さんのおかげで、ここまでですね、毎日楽しく絵を描かせていただいております。まあ、昨日の動画ね、19作品目っていうのはですね、なんと10時間描き続けた作品っていうのがですね、アップされておりまして、ぜひよかったらそちらもね、一緒に見ていただけると嬉しいんですけども、実際ね10時間絵を描き続けたことっていうのはないんだよね、僕の人生においてね。まあ一つの作品で何日もかかったっていうのはあるんだけども、本当に10時間ずっとねテーブルとにらめっこしてですね、まあ絵とって言えばいいのかな、本当ににらめっこして絵を描き続けたことはなくてですね、まあ10時間描き終えた後って腕はどうなるかって言ったらですね、もちろんね腕死んじゃうんですよ。本当にやばいぐらい腕はね疲れてるんですけども、まあ筋肉痛になったんだよね。まあ筋肉痛ってさ、運動とかスポーツをしてまあ起こることっていうのがですね、まあ知識としてっていうか当たり前のことであるじゃないですか。でも絵を描いて筋肉痛になるってあまり聞いたことないなっていうのが正直あったんだけども、まあ絵描いて筋肉痛になるんだっていうのをですね、昨日まあ知ったっていうのがありまして、それでですね僕は思ったんですよ。絵を描くことはスポーツと一緒だっていうね気持ちに至ったんだよね。まあそれでまあスポーツってどういう風に上手くなるかって言ったら、まあある程度才能っていうのももしかしたらあるのかもしれないけども、やっぱり上手くなるには毎日練習するっていうのが大切じゃないですか。絵を描くのも絵を上手くなるのもって言ったらいいんですかね。まあ毎日絵を描き続けることっていうのは結構必須なことだと僕は思っておりまして、まさにそれをですね感じ取ることができたなっていうのが僕の中ではですね経験の一つでですねありました。だからですね今ねこのような形でですねオープニングで伝えさせていただいてるんですけども、まあ今回ですね、まあ19作品目でですね出会ったこちらのハチくんがいらっしゃるんですけども、これめちゃくちゃ可愛くないですか？もう僕はですね、このハチくんがですね、もう可愛すぎて、もう終始絵を描いてる時にですね、うわ、可愛いわ、めっちゃ可愛いじゃん、うわ、可愛すぎるとかね、ずっと言いながら絵を描き続けてました。なので今回もですね、こちらのね、ミニ色紙って言われるものにですね、ハチくんを描こうと思ってですね、絵を描かせていただいております。ぜひですね、皆さんにはですね、こちらの動画もですね、最後まで見ていただいてですね、何かしらですね、まあ気持ちが動けば嬉しいなと思っております。今回のねこちらのハチくんがですねどのような形でですね世界観にですね入ってくるのか、皆さんと一緒に楽しみたいと思います。どんな世界になるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。ぜひですね皆さんも好きなことであったり絵を描くことにおいてですね毎日練習してですね、もう本当にスポーツと同じ感覚でですね楽しんでいただければなと思っております。では皆さんと一緒にレッツラーゴーゴーゴー。では皆さんまた明日、バイバーイ、 Thank you。